かなかない罠だと思いますけど、ハニートラップってやつでしょうか、これ。怖い。ラジオネームマサル。今日のテーマ ABS。自分の車にはついていません。おお、ちょっと前の車に乗ってるのかなとか。食べてはダメなんですよ。停止距離を縮める。食べてはダメ。鳴らしてみて。制動ですから、ブレーキさせながら、ブレーキ効かせながらハンドルを効くようにするということを分かっているドライバーさんはどれぐらいいるでしょうね。むしろ条件次第では ABS なしの方が短い距離で止まれるってこともありますよね。この冬は雪が少なく、あまり高速路を走っていないので、タイヤロックでツーッと滑ってヒヤッとしたことはありませんが、 ABS なしの愛車で気をつけて冬を乗り越えたいと思います。基本的にはそうなんですね。ABS の利点っていうのは、どうしてもね、ブレーキの方に目がいっちゃいますけれども、ブレーキ効かせながら。